はい、どうもこんにちは、グッサンです。本日は僕が日本で一番有名と言っても過言ではない工業高校を卒業した話、出生っていう言葉が、まあ、似合ってるかなとは思うんですけど、はい、もともと僕めっちゃ頭、まあ、今もなんですけどあんまり良くないんですよ。知ってるよまあ元々サッカーしてて10年ぐらいで、まあ、まともに勉強もしてこなかったです。サッカーも特にうまいわけでもないんですけど、まあ、勉強がちょっと苦手でしてこなかったんですけど、まあ、一番近くで別に勉強しなくていいっていう工業高校が受験の時、そこしかなかったんですよ、受験した理由よ。受験した理由は妥協に妥協を重ねた結果あそこの工業高校になったということです。まあ、当時の、まあ、中学校3年生の時の先生ですね、おばちゃん先生が、結構こう安定志向の先生で、ちょっと妥協した、自分の成績よりちょっと下の高校ぐらいをやっぱ推薦してくれるわけですよ。いや、まあまあまあな。で、一番近かったですよ。僕ん家から12、3分、近い、チャリで12、3分ですよ。じゃあもうそこ行くかと。ただめちゃくちゃ体育が厳しいって言われてたんですよ。あ、もう入る前から知ってた。知ってました。じゃあチラッとは聞いてたんですよ。あ、でもめちゃくちゃ体育厳しいけど、まあ大丈夫なんちゃうぐらい の気持ちで言ってたんですよ。で、まあ、いざ、入りまして、で、まず一発目が体育の授業なんですよ。僕ちょっと話聞いてなくて、体操服、長袖、長ズボンで来いって言われてて、あるある、もう一回半袖で行ったんですよ。まあまあまあ、それでもじゃないですか。一応体操服着てますから。半袖で行って行ったのにめちゃくちゃキレられて。いや、長袖じゃないか、それ怒るやろ。いやいや、怒るは分からないですけど、まず一発目に蹴られましたからね。蹴られた。はい。ああ、まあ何しとんだいって蹴られて、ここ聞いてた話とちょっと違うぞと思って、ちょっと笑いをこらえながらも なんでそこで笑えるの。いや、おかしいやろ。まだ4人ぐらいいたんすよ。ああ、同じような子かな、はい、忘れてた組が。ああ、ぐっさり、まあ、中には、そうです、中には僕よりひどい体操服ごと忘れたやつもいたんですよ。ああ、だからみんな1年生なんで知らないわけですよ。まあ、そうやな、こんなやつがおるって、こんな先生がおるなんて知らないんで、みんなビクビクしながらこう、こいつやべえめっ、切られてるよ横のやつ切られてるよみたいな感じでやってたんで、ちょっと笑いそうになりながらも、蹴られたりしてたんですよ。で、まあ、とりあえず一旦そこは終わって、まあ、いざこう最初の授業って先輩の体育を見るっていう授業なんですよ。なそれ先輩の集団行動を見る、横でみんなで一列に並んで見るっていう。そこでもうなんかビビりましたね。何が。もう高校1年生からして3年生ってめっちゃ怖いじゃないですか。まあ怖い、図体もすごい違う。2年ちゃうもんな。2年違うとだいぶ違うのに。違う。みんな日本語喋ってないんですよ。どうでしょう、英語からもう体育の、まあ、うちの体育って本当に特殊で、整頓とか、習えとか、あー、あるあるある、そういう言葉あるじゃないですか、それを一生懸命早く言いすぎると、合うっていう言葉に変わってしまうっていう方向なんですよなんか聞いたことあるな、それいや、本当にこれが最初冗談やと思ってたんですけど、先輩たちがもうアートしか言ってないですよ。アート、ギャギャ、あや、あおうあおうって言いながらパシャパシャパシャシって並んでいくんですよ。おー、それ見てとうとうやってしまったな俺はって。おー、ここに出社させることになるのか。3年間ありますからね。一発目それかまされて、やってしまったなって、こうみんなで体育の体育館から帰った、教室でちょっと静まり返りましたね。ああ俺らやってしまったな、こんなとこ来てもたんや。でそっからまあいろいろあるんですけど、まあ、一番印象に残ってるのは野外授業みたいなのがあって、あるあるある、泊まりに行くのがあったんですよ、野外活動みたいなので。で僕らは集団行動合宿みたいな、合宿があるんですよ。あるある、集団行動それを行くんですけど、僕らバスの中で初めて校歌を聞かされるわけですよ。
効果。はい。で、このバスの中の間に効果を覚えないと殺すぞって言われる。殺すぞ。いや、みんなもらった紙必死で読みながらバスの中何も楽しいことなく怖いな。で、向こうで初めてバスの中で聞いた効果を歌うんですよ。地獄やな。しかも全力で歌わないとまたしごかれるんで、みんなもう大声量の中歌いながら、まあ集団行動をやって、うん、カヌー漕いで集団行動をやって宿舎でお風呂入るっていう。で、宿舎でお風呂の中でも集団行動させられるんですよ。地獄やん、どこでも集団行動で。いや、本当にきつい3年間でした。いやいや、そろそろやろ。まあ今はもう違うんですけどね。まあ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 、今はちょっといろいろ問題が、まあそれは問題がありますから。それはもう時代が違うからね。そうです。ちょっとその先生たちは全員いなくなったんですけど、なんか嫌だちょっといなくなったんですけど、どういう意味。たまに実は食べに来られるんですけどね。ああ、そうなんや。ちょっとビクビクします。怖いよな。怖いですよ。いや、まあそんな高校を通ってた僕自身、だからショート動画で1個あるじゃないですか。あるある、知ってるよ。知ってるよ。最近ちょっと伸びてる、体育学校卒業したみたいな、接客みたいな、あれ結構ガチなんですよね。いや、わかるな。あの接客はしないですけどね、実際はな。はい、ただあんな感じの集団行動って思っていただけると、はい、いいかなと思います。まあ気になったらぜひ調べてください。僕は責任を負いませんので。いやいや。それではまた。谷口副団長、姫路に住んでるそこのあなた、一緒に働こう。